質問はですね、見返りを期待する心をなくしたいと。具体的にはどういうふうに期待してるんですか？例えばその自己愛を認めてあげたら、うん、まあ感謝の心とか、感謝の心というか、なんかそのお礼とかあってもいいのになっていう時にお礼がなかったりとかするんですかね。お礼があってもいい、本当にすごく心がちっちゃいなと思うんですけど、その自己愛の話から離れると何かこうしてあげたのに感謝の心がないとかですね、でも何かをしてあげるのは感謝が欲しいからじゃないですよね。相手に何かをして喜んでもらうためなんです。そうですね。そこはいつもずれるんですよね。うん。返してお礼をもらうために何かをしてるわけじゃないですか。うん、確かにそうですね。仏教で何かをしてあげることを、これを布施っていうんです。ね、布施。布施っていうのは、ね、一番は、相手に喜んでもらうためにやってる。ね、その相手が喜んでくれたならば、それが私の喜びと。これを布施っていうんです。そう思えるんですよね。なんかどっかでこう、うん、何かが変わっちゃうんですよね。何かが変わる、その自分のためにやってるふうになっちゃうんですよね。うん、見返りをやったら何か返してほしいとかっていう、うん、風になっちゃうんですよね、どっかで。うん、多分なんか心が汚れたりとかするからだと思うんですけど、うん、自分でなんでお礼を期待してしまうのかなっていう。お礼を期待するのはどうして？自己愛を自己愛を満たしたいときに、ね、人の役に立とうとしてるから、これが間違いなんです、ね、さっきのお母さんの話もそうですよ ね。自己愛を満たすために人の役に立とうとする、ね、人に何か、ね、認めてもらえるようなことをすると、これが間違いなんです。素直じゃないですね。素直じゃない。自己愛を満たしたいのに、ね、分かりやすく言えばこう、ね、認めてもらいたい時にね、こうやってこうお金をこうやってやって、ね、キャバクラに行ってお金をこうやって飲んでもいい、うん、飲んでもいいよ、ありがとうとか言って、いやよし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 、あれと一緒じゃないですか。そうですね。ちょっと素直に言えばいいと。うん、かっこつけちゃうところですよね。そう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 。そうですね。うん。
聖武が終わって1週間ぐらいできるんです。1週間ぐらいできる。もうすっかり忘れちゃうんですよ、ね、すっかり忘れる、うんうん、だからね、ね、役に立とうとして役に立つことによって認めてもらうんじゃなくて、ね、そう、素直に素直にね、僕のことをさっきのね、あの清盛さんの話も一緒じゃないですか、ね、自分の気持ちみたいなものを素直に出していくっていうことが必要なんです。うん、例えば役に立つんじゃなくてね、ね、その君に喜んでもらいたくて僕頑張ったよと、ね、だから認めてよとかっていうのをさらっと言うんです、嫌味なく。喜んでもらうためにやったわけですからね、うんうん、それでだったら相手も、ね、認めやすいですよね。そう、認めてほしいっていう気持ちを正直に出していくことが大事なんです、うん、なるほど。それは、うん、それはできる、それだったらできるかなと思いますね。はい、相手の逆にまず相手の自己愛を認めるっていうのは、相手の自己愛を満たしてあげるっていうのはいいんですかね。自分の自己愛、まあ、だから丸いお風呂があってね、うん、丸いお風呂があって自分の、ね、例えば自分は自己愛を満たしたいっていうふうに思ったら、まず相手の自己愛を満たしてあげる、ね、まず相手の自己愛を満たしてあげる。自己愛ですよ、満たすのは役に立つことじゃないです、うん、あの相手の苦労を認めてあげたりとか、そう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 、うん、それはあのいつか帰ってくると思うっていう気持ちであっちゃいけない、いつか帰ってくるというつもりじゃなくて、うん、純粋に相手の喜ぶ姿が見たい、ね、相手の自己愛を満たしてあげるためにやるんです、うん、そのだんだん歪んでくるんですよね、そのどっかで、うん、うん、そのやったから今度返してねっていうふうに返してねっていうことは相手のためにやってないんですから。返してねっていうふうになるわけ。そうすると相手が何かをしてくれたとしても返さなくちゃってなるわけ。純粋になかなかできない。できるもんなんですかね、純粋に、相手に喜んでもらおうとか、うん、相手の自己愛を満たしてあげようっていう気持ちで、うん、ちょっとできるのかなと思って。それはね、できません。できないんですか。できません、うんうんうん、だからね、その相手の自己愛を満たしてあげるっていうことと自分の気持ちを言うっていうのはセットでやるんです。
だ今まで相手のためにって言ったら純粋に相手ね、相手の自己愛を満たすためにやってあげるわけ、相手の。でその代わりね、私が自己愛を満たしてほしい時は素直に自分の気持ちを言っていくわけ。お母さん分かります？だから相手に喜んでもらいたいっていう気持ちでやっていくことも必要だし、ね、相手に喜んでもらうっていう気持ちでやっていくことも必要だし、同時にね、自分の気持ち、だから自分の気持ちを言うっていうことができてないんです。難しいですね、それは。うん。なんで言えないの？なんで自分の気持ちが言えないんですか？なぜ言えない？自分の気持ちっていうのはその認めてもらいたいっていう気持ちを。ああ、認めてもらいたい。うん。どうして？いや、なんかそのあれですね。何だと思います？お母さん、なんで自分の気持ちが言えない？なんで思われたら嫌なんですか？相手よりも、うん、相手よりも、そう、上でいたいんです。なぜ自分の気持ちが言 言えないかというと、上でいたいからなんです。自分の気持ちを言うっていうことはね、下になるってことなんです。相手に話を聞いてもらわなくちゃいけないから。うん。うん。自分の気持ちを言って受け止めてもらって返してもらう、うん、それよりも役に立つことをやって感謝してもらってありがとうって言ってもらった方が楽ちんなんです。なんかこう偉いところに立てるわけ、自分偉いところに。じゃあなんで上に立ちたい、上でいたい。なんで京本さん上でいたいんですか？どうしてもプライドがあって、
走るのが嫌だってことですか。上でいたい。糸ポンプはどう思います。上でいたい。上でいたい。下になっちゃうと、うん、なんで？これって対等な関係の一つの場合ですか？上上とか関係なく。うん、対等な関係もそうだし、目下の人も含めて上でいたい。なんかもし相手が部下とか目下の人とか、うん、年が下だと、うん、言いにくいかなと思って。うん。なんで？なんで上でいたい？で、なんか自分の方が年上とかだったりすると、うん、しっかりしとかないといけないなっていう、そういうのが働いちゃう。なんで上でいたい？なんで上でいたいですか？見下してるかじゃないですか。相手を上でいるのは何のため？上でいる。自分が見下してる。上でいる。お母さん、なんで上でいる？お母さんだったらなんで自分は上でいたいっていうふうに思うんですか？うん。うん。うん。責めることもできない。うん。自分の感情が、うん、出せない。うん。いわゆる上じゃないと思いを通すことができない。できないからです。うん。ね。だから上だと一方的に思いを通すことができる。思い込んでる。思い込んでる。だから自分が上だとね、自分が正しいっていうところに立つだけで思いを通すことができちゃう。もう正義を盾に、うん、もう何やってもいいって思う。あ、そうそうそう。うん、ね、でも自分の感情を出すようになったらどうなる、うん、上でいられなくなる。上でいられなくなる。上でいられなくなったら自分の気持ちを通すことはできないんですか。いや、うん、そんなこともないんですね。うん、うん、自分の感情を出すようにね、自分の感情を出すようになると、ね、自分の感情を出すようになると、自分にも感情があるように、相手にも感情があるっていうふうになるんです。うん。だから、相手の感情を無視して、自分の気持ちを一方的に押し付けることができなくなるんです。
ね、だから俺を期待してるようになるっていうことはね、もう一方的に自分の気持ちを押し付けることができる状態になってるってことです。自分の正義で正しいことやってるから、うん、俺言われて当たり前だっていう、そう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 、うん、下になってくださいよ、うん、下になって、感情を出すっていうのは、うん、どういう感じだったの？感情を出すっていうのはまず、ね、自己愛を持ってるから認めてもらいたいっていう気持ちを伝えていくってことです、うんうん、喜んで、もちろんね、君に喜んでもらいたくて頑張ったんですよ、うんうん、どうですかとかっていうふうに聞くんです。いやそれはすごい良かったですよ、いやね、ありがとうございますって、うん、自分の気持ちをね、もっとこう出していく、うん、例えばみんながこう楽しそうに会話してたとしたら、うん、いやー皆さんその楽しそうに会話して、ね、いいですねとかっていうふうに、うんうん、あ、うん、どんな話をしてたんですかとか、うんうん、自分の心を寂しがらせないようにするってことです、うん、心を寂しくさせないように動く、感じが出てくるわけですね。そうそうそう、うん、今はそれに蓋してる。そうそうそう、今蓋してる、かこつけてるんです、うんうん、してあげることばっかを考えてますよね、うん、だから、うん、相手ね、だから相手を喜ばせるようなことばっかしていたからね、うん、枯渇していったんです、うん、だから私たちはね、見返りを期待する心って良くないわけ、うん、良くないっていうのは自分がやった時はお礼をね求めるように、相手からしてもらった時はお礼しなくちゃいけないってことで、素直に喜ぶことができないんです。もっと言うと、素直に相手の好意をもらうことができなくなるんです。うん、そうですね。お返ししなきゃいけないですからね。うん。うん。だから自分がやるときは、相手の気持ちをね、相手が喜んでもらえるようにやる。うん、その代わり、自分の自己愛は、ね、積極的に満たしていけるようにする。ね、例えば嬉しかった時はね、先輩から声をかけてもらって、今こうやって声をかけてもらって嬉しかったですとか言うわけです、うん、うん、例えばお礼を言ってくれたら、あ、そのそうやってお礼言ってもらえるとすごい嬉しいよとかっていうふうに言うんです、うん、ポジティブなことでいいんですよね、うん、まず自分が嬉しかったことに対して嬉しかったっていうのを言っていくんです、うん、うん、そしたら、ね、相手は、ね、
私のためにこうしてあげようって気持ちが起きてくるじゃないですか。嬉しいと感じてくれるわけですからね。うん、まず自分がね、相手に喜んでもらえることを自分の喜びとしてやっていくことが大事なんです。あ、まずやることがね、やることがね、相手に喜んでもらうね、ね、何々、自分から言うんですよ。何々さんは喜んでもらいたくて、何々さんに喜んでもらいたくて僕頑張りましたと、ね、どうでしたかと、 ありがとうございますとかって言うと、うん、ああやってよかったと、やってよかったです、これからも頑張っていきますねとかね、こういうの言っていくんです、うん、ね、そうするとね、相手もやられた相手もね、あ、こうやって一緒に喜んでもらえることは嬉しいなってなるんです、うん、一緒に、いいですか、まず私がこう種をまく、種をまくっていうのは、あなたが喜んでもらえることを私がすることが嬉しいですっていうふうに言うわけ、ね、あなたが喜んでもらえることを私はすることは嬉しいですと、ね、だから喜んでもらいたくてやったんですと、ね、どうですかっていうのを言うわけ、ね、例えばもう、なんかミスタードーナツを買ってくると、ね、でみんなに喜んでもらいたくてミスタードーナツ買ってきたんですけど、ぜひね受け取ってもらえますかっていうふうに言います。で、美味しかったですか、美味しかったですかって聞くんです。で、あ、美味しかったです、ああそういうふうに言ってもらえて僕も嬉しいです、うん、そうすると私が嬉しいね、嬉しいっていうふうに言うことによって、あなたが喜んでくれることを私は嬉しいっていうふうになるんです、うん、ね、あなたが喜んでくれることは私も嬉しいと、そうすると相手はそういうことをやってもらえたことによってね、じゃああなたが喜んでもらえることをしたいなっていう気持ちになるんです。あ、ほな、なるほど、うん、ね、そうやって嬉しいって言ってくれた人が、あ、こういうふうなことが嬉しいんだとっていうふうになるわけ、うん、うん、自分がどうやったら嬉しくなるかっていうのがあまり分からないわけですね、今の。あ、そう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 、うん、それを私ね、その私がこういうことをすることが嬉しいんですっていうことを伝えるわけ、うん、そうすると相手はじゃあ私のためにこうしようっていうふうになるわけ、うん、なるほど、うん、嬉しいと感じてくれることをやってあげようっていう感じになる、ね、うん、うんうん、ね、感情を出さないとどうしたらこの人は喜んでもらえるだろうっていうのは分からないんですけどね、うん、だから自分の感情を出していく、感情を出していく癖をつけるわけ、はい、それをちょっと訓練して頑張ってください。はい、じゃあちょっと休憩。